特定抗争指定暴力団6代目山口組と敵対関係にある暴力団神戸山口組の元有力参加組織共有会が今日兵庫県警へ組の解散届を出すことが TXN の取材で分かりました。捜査関係者などによりますと、今年8月、神戸山口組の幹部で共有会の寺岡治会長が神戸山口組を脱退していましたが、指定暴力団稲川会の仲裁のもと、共有会の寺岡会長が6代目山口組の司忍こと篠田健一組長と高山清若頭に正式に謝罪したということです。共有会の組員の一部は6代目山口組傘下の組に移るということです。元暴力団組長で内情に詳しい竹垣悟さんは、6代目山口組側は6代目司忍組長に砂かけていった人間を潰していくことやな。一つの問題が片付いたいうことやわな。